どうも、マキロンです。今回なんです。もう今回ね、もうすぐハロウィンってことで、日本一の魚市場にやってきました。そして今回はね、ほとんど船が出てくれたそうなので、今回はめちゃめちゃ魚が期待できるかと思います。なのでね、今回も僕と一緒に最高の市場巡りを楽しんでもらえたら嬉しいです。そして僕の動画では、日本一魚市場に特化したアップしてるんで、ぜひお魚が好きな方、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も楽しみに、じゃあ行きましょう。天候がえらいこっちゃな。もうね、ハロウィンな何もう毎週ハロウィンですもんね、一席なんて、うん、こう盛り上がって、そうそうそう。先週あれなんかテレビやってましたね、ニュース、あニュースじゃない、朝の番組か、見ましたよ、見ました、見ました。Thank you.
あの頭がうまい。頭の部位がめちゃめちゃうまい。あ、頭肉とか頬とかなんか顎の肉とか。え？いやいや、まだあと1ヶ月後ぐらいかな。いやいや、やっぱね、楽しいのはとっとく派なんで、そう、今日大きなもの抱えて、もう久しぶりに。あー、どうぞお姉さん。3,800円。ありがとう。はい、いらっしゃいませ。見せてくださいよ。はい、
ただいまということで、ね、今日もたくさんの方お声掛け本当にありがとうございます。そして今回はね、なかなか珍しい魚は少なかったんですが、やっぱりだんだん秋になってきたってことで、結構大きなサワラがたくさん販売しました。サワラはね、お刺身や炙りも美味しいんですが、なんと言っても保存が効く最強漬けがめちゃめちゃ美味しいので、ぜひ市場でサワラを見かけた際は最強漬けにして食べてみてはいかがでしょうか。そして今回僕が購入してきたお魚が、めちゃめちゃちょうどいいサイズのイシナギを購入してきました。いや、ここ最近ね、全然魚の刺身が食べれてなかったので、今回は贅沢に石なぎの姿作りやっていきたいと思います。はい、ってことでね、いつも僕の動画を見てくれて本当にありがとうございます。これからもマキロンチャンネル、いろんな市場の動画をアップしていきたいと思ってるので、ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな、シュー。